進行はスイムイチカバチカ、俺たちの夢は2018年のフランスのコメディ映画。監督はジルル・ルーシュ、出演はマチュアマルリックとキヨウ・ムカネなど。実在するスウェーデンの男子シンクロチームが世界選手権で成功を収めた実話をベースに、冴えない中年男性たちがシンクロチームを結成、トレーニングに励み、世界選手権での金メダル獲得を目指す姿を描く。 第71回カンヌ国際映画再コンペティション内上映作品。ベルトランは2年前から患った鬱病により会社を退職し引きこもりがちな毎日を送っている。なんとか就職し社会復帰をしようとするもうまくいかず、もやもやした毎日を過ごしていた。そんなある日、ベルトランは地元の公営プールで男子シンクロナイズドスイミングチームのメンバー募集の文字を目にし、 うまく言い表せない衝動に任せてチーム入りを決意する。だが、そのメンバーはミナベルトランと同じように、家庭や仕事、将来などに何らかの不安を抱えている中年男性ばかりであった。元シンクロ選手のデルフィーヌの指導の下ベルトランたちは厳しいトレーニングに励み、やがて世界選手権での金メダル獲得を目指すようになる。 第71回管理国際映画祭に集結したキャストスタッフ。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、才能のあるキャストと、おなじみのストーリーに心地よくも、ほろ苦いひねりを加えたことによって、進行はスイムイチかバチか、俺たちの夢は、平均的なフィールグッドコメディの一、二歩先を行く作品に仕上がっている。であり、 28件の評論の内高評価は75%に当たる21件で平均して10点満点中5.9点を得ている。メトクリティックによれば6件の評論のうち高評価は1件、賛否混在は5件、低評価はなく平均して100点満点中47点を得ている。アロシネによればフランスの40のメディアによる平均点は5点満点中4.1点である。 ありがとうございます。